ちは。今回早口で言うけど、富士山に私リンタ君が行きました。その時の出来事を写真とともにお伝えします。はい、今回マイクラ特命クソ野郎に喋るの遅いと言われたので早くしたよ。はい、ここ僕は水が関係者よ。ここに午前2時50分くらいに来たんだ。めっちゃ眠かったです。そうそう、めっちゃ眠かったよね。そして着替えなどが終わったが、タクシーで富士宮5合目と行きました。だいたい18分くらいで着いた気がするよ。そして今映しているのは着いた時に見た星空だよ。たくさんの星があって綺麗だね。そしてこれは5合目に着いた時の景色だそうです。街の光が綺麗です。綺麗すぎる。この画像の同様に富士宮5合目の写真です。もうすぐ日の出って時に撮りました。そして富士宮5合目で1時間ほど空気に慣れた上で4時43分標高 2400m 地点から登山を開始しました。ああ、黄色いズボンの人リンタ君だ。そうですね。棒読みやめろ。そして富士宮ルート入り口となる階段を登るとついに開始します。登山開始直後、景色を見るとなんと富士山の影が現れました。僕の場合、初めての経験なので、当時びっくりしました。これがそのズーム画像です。これもこれでなんかいい景色ですね。これは日の出後の写真ですね。富士山がはっきり見えて、綺麗です。肉眼だと頂上が見えました。この映像は、富士宮6合目へ行っている途中です。この時、音声はありませんが、やばい、死にそう、って言ってたそうですね。やばいる。それは言わなくていい。それにしてもこの時点で景色が良く、標高が高いことがわかります。いや待てー。なんだよ、黒い画面に嫌だから画像出すよ。今いきなり声出そうとしたな。別に声くらいいいじゃん。僕は何が何でも絶対嫌です。しょうがない、いやいつか出すよ。はい、これは7合目と言っている途中の休憩写真です。意外と標高高。他にもたくさんの写真を撮れました。特に標高が高いところはね、3000メートルを超えたところから本格的に綺麗になった気がします。今見てもらった映像は、リンタ君のギブアップ地点の富士宮8合目です。山小屋の数々を見てみると、最初の山小屋がとても小さいです。今回、ご視聴いただきありがとうございました。少し短かったかもしれませんが、実際、13分の予定でした。そして、このような機会をくれてありがとうございました。登山中、大人たちが声をかけてきて、頑張れ少年、いや、頑張ってね、という言葉が聞けました。本当にありがとうございました。僕が怖かったのは、子供のことですね。頭を打ったりするのが怖かったので、実際、子供でも下山途中だったので、お尻からでした。酸素はとても薄く、一回息切れすると止まりませんでした。皆さんの応援のおかげで初めての登山で3300メートルまで行けました。改めて本当にありがとう、みんな。